ちゃんとやるプレイヤーだったら別に、あの、ロック機能でも永久に、永久なもんだから。そのままお待ちください。以外だったら1日か2日だけやっといて、それでも解除しないんだったらもう永久だから。本人がもう永久にいい姿勢ならそれでいいじゃん。散らばってるとね、マッチング的にめんどくさいでやるよ。俺も昨日の11時だった頃は部屋がない。朝が来ました。初日の襲撃はありません。3番さんが発言します。はい、おはようございます。村人陣営でした。まあ、占い師さん一緒に目から出てきてほしいかなと思ってます。まあ、あの占い精査あんまり強くはつけませんけれども、まあ、占い師としての発言と占い師からグレーの触れ方、まあ、グレーから占い師への触れ方で、まあ、出ないよりか出た方が、まあ、2週目私の精査が伸びるかなと思ってるので出てほしいかなと思ってます。まあ、あとは、まあ、グレーの精査グレーしていこうかなと思ってますね。まあ、村要素が見つけられた場合は村要素を発表します。黒要素が見つけられた場合は黒要素を発表します。まあ、自分の発言もしっかり覚えておくっていうのが大事だし、まあ、人の発言はしっかり聞こうかなと思っていて、まあ、把握漏れ、まあ、把握漏れと見つけは違うけれども、まあ、把握漏れをしてもそこを指摘した狼が真っ当になっちゃうので、把握漏れもなくすようにしていこうかなと思ってます。自然はやってない、上波でやってない。4番さんが発言します。はい、4番ネオティンです。お願いします。3番に関しては占い師2週目に出てきてほしいとお願いしたわりに、占い師の精査をあまりつけないっていうのがあんまり印象良くないんです。出てもらいたいっていう設定になんで精査つけないんだろうって思いました。はい、僕の精査方法として、もちろん黒っぽい人いたら黒っぽいって言うんですけど、なんかこの人村勘定出てるなって思ったんだ。それをまあ分かりやすく言語化して伝えられたらなって思って。あ、どうぞ。聞こえますかね。はい、以上です。5番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。村人でした。4番さんがこの人偽物じゃねえ、分かりやすくと以上ですは聞き取れたんですけど、何これ紛らわしいんだけど、それ以外が何も聞き取れなかったので、魅力じゃなくねこれ。ちょっとこのアプリ本当に音質悪いなって思いました。本人。ヨンマさんの精査はできないです。こんな声だったっけ？日中でも同じ感じだったら、ちょっとヨンマさんいなくなっていただくしかないかな。でも本人なのかな。サンバさんに関しては普段予想落ちてないと思います。声も元の時あるか。6番さんに回します。音の音質が完璧じゃないから、いつも聞いてる声じゃねえか。さすがに名前つけないか。6番さんが発言します。はい、お願いします。占い師です。9番さん白でした。まあ、直近の3、4、5に触れるとしたら、まあ、今5番さんに伝わる4番さんちょっと何て聞き取りづらかったですね。3番に対して何かしら何言ってたんだろうけど、ちょっと車かバイクか分かんないですけど、走ってる音で何も聞こえてないです、4番さん。まあ、3番さんあくまで2周目。で、5番さんのこの市民 CO、このタイミングの市民 CO をどう取るかだと思うんですけど、まあ、2周目5番さんがどう動くかと思いますけどね。で、3番さんに関しては初週で出てきてくれたら私の発言が伸びますって3番さん言ってたんですけど、で伸びなかったら釣り位置に上がりますよっていう圧掛けだけしておきますね。例の
関しては、3番さんトップ1まで出てきてくれれば、最悪3番さんの場面で出てきてもらえば、岸山か。7番さんが発言します。あ、聞こえてますか？お願いします。占いで8番さん、白でした。はい。太鼓6番さん、まだ今日わかんないんですね。はい。まあ、ただどうなんですか？今の6番が人狼の時に3番さんに対して圧掛けする意味あるんかなとか思っちゃうんで、3、6の時にね。まあ、だったら3、白打って囲った方が早いとかなとか思っちゃうんで、6、3はない気がするっすね。今の6番のラインからね。で、俺占い師視点で5番の市民仕様は特に印象悪いもなくて、まあ5番さんの住村で他の2の住村がどう思うかかなと思うんで、その辺はグレーで議論していけばいいんちゃうかなと思ってますわ。特に俺占い師目線は5番さんの住村仕様は変ともいいともなんとも思わないんで、その辺はグレーが精査していけばいいと思うんです。はい。ヨンバさん、ちょっと音声悪いんで、直してほしいな。あなたの発言です。ヨンバで言うと風の音かなという。まあ、音上げれば聞こえるっちゃ聞こえますけどね。なんとかっぽいっていう、まあ、フィーリング的なとこじゃなくて、そこに理由つけたいっていうんでしょ。まあ、言ってることは普通だ気がするけどね。あと3番について触れてたね。うん。それはね、ちょっと完璧に思い出せないから話せないだけだけど、おかしなことじゃなかったと思うけど、うん。はい。だから、まあ、5番の市民仕様の方が何考えてんのかなっていう。以外でもね、やる人いるんですよ。それを村でやるっていうことはどういうことなのかなっていう。うん。3番はまあ、占い師が出れば占い師の信任も込みでなんか精査できる可能性があるってことなんでしょ。一週目から出てもらいたいところ、二週目から突然出られるよりは村だったらね。五番の市民仕様は何のためにやってるんでしょうかっていう。発言が聞こえないから4番釣るっていうなら5番を釣ったらいいと思います。市民仕様の意味がわかりません。9番さんが発言します。うん。要は5番さんはあれでしょ？二週目の精査が厳しく見るよっていう、要は、まるでしょ、2週目めちゃくちゃいい発言しなければっていう意味の5番さん市民仕様ですよね。はい。5番さんじゃあ2週目楽しみに精査待ってます。はい。まあそれ以外で5番さんが市民仕様するメリットもあんまないですもんね。2週目の精査頑張るよっていう決意かと思ったんで。じゃないとだって5番ね、全然人があり得るしっていうところで、なんでまあそういうふうに俺は捉えてるんで、2週目の精査5番さんは特に重視して聞こうかなっていうふうに思っております。まあ6ランに関しては特に審議決まってないですね。なんかあんまりどっちもどっちかなっていうところはあったんで、ただ6番さんが5番さんにちょっと触れにくそうだなっていう印象は受けたっていうぐらいですかね。はい。1番さんが発言します。6番が5番に触れにくそうっていうのがちょっとわからんかったな。市民仕様の件であれか、触れにくそうっていう取り方は俺はできんかった件、6番は9番はその点だけが違うかなって。ただ、8とは同意かな。4番の雑音ひどいけど俺は聞こえたし、特段おかしいことも言ってないし、分かりやすく伝えるって言ってたしかな。6番は6番でいい点あって、3番への圧が明け、7番も7番でいい点あって、6、3のつながりないなっていうところを読んだから、別にどっちも今のところ新要素に性要素区別つかないですね。同等フラットって感じですかね、俺視点は。はい。まあ、5番が4番聞こえなかったんで、2周目もそんな感じだったら釣りますっていう気持ちは分かるから、2周目聞きます。2番さんが発言します。はい、お願いします。霊媒です。一本してします。まあ、
もうカリーはね、潜伏しましょう。そのまあ、やすやすとね、もうね、その神位置を与えてあげるべきじゃないなって思ってるんで、僕はもうこのままだったら、5釣りを押します。5釣り1本で、5番さんがめちゃくちゃ良かったら、また別の他のね、時点あげますって感じで、はい。ランテージしません、2本あげますって感じですね。僕は1番が一番いいなと思ってますね。僕も6が3への厚掛けと、7目線で6、3は弾けるんじゃないかっていうのは、落とす7番、いいなと思ったんで、まあ、6、7ともにって感じですね。ちょっとここの精査は分かりません。ただ1だけ評価してますっていうぐらいです。はい。もっかり潜伏で、はい。基本ごずりの流れで、はい。すかさないようにお願いします。3番さんが発言します。はい、2周目お願いします。例のすらちょっと待ってね。17番さん近くで、7番さん8白だから、まあ226だったら6から行こうかなと思ってるけどね。まあ、6番私ね、9番さんの言ってることが分かったんだけど、6番さんで5番さんに対してめちゃくちゃ触れづらそうにしてましたよ。6番さんって5番さんのこの市民 CEO っていうのはどう捉えていいんでしょうかって言ってたから、めっちゃ振りにくそうにしてんなと思ったんですよ。だから5番が何者か分からず、ちょっと怖がってる様子に見えたんですね、6番さんは。だから9、これはやばい。あ、7の1までに戻る。あ、7の1までには出ます。あ、こんばんは。はい、頑張ります。あ、一応6試合ぐらいはやったんで、誘惑読んで、あれ2試合ぐらいやったんで。昨日は10時か11時で、部屋が見えなくなったんで、ブロックしてる人がね、散らばってる時が一番ダメなんですよね。ブロックしてる人は固まってほしいんですよね。できたらね。1周目の段階で。発言します。1番さんは両面性があるから、いいこと悪いことある。まあ、5番さんは2周発言。まあ、9番さんは5番に対してね、結構厚掛けしてたんで。あ、もうみんな。獅子を。あ、はい、ありがとうございます。わかりやすく。ああ、そっか。3番の中の精査しやすいように。ちょっとすみません。あんた5球ランぐらいでいいんじゃないですか。友達、連絡から行かないんで。連絡から行くんだったら私6から行くよ。頑張りますっていう感じですよ。はい。4番さんが発言します。7番を守るっていう。すいません、4番のティンです。聞こえますでしょうか。言うだけお願いします。聞こえてた場合は。ありがとうございます。すいません、僕は3番から聞きたいかなと思って、3番5番かなって思ってて、3番の理由に関しては、まあ、1、2番面でまず霊能から行くっていうのが僕的にはまあ、考えられないっていうのと、6番ってすぐ指定してるところがちょっと理解できなかったっていうところで、6番って別に7番と大差なく、まあ、占い師として戦える立場だったところを、まあ、スライドして霊能でわざわざ行くっていう人外に僕はあんまり見えないから、そういう点を含めないで、まあ、6番の5番の精査がちょっとおかしかったっていう点だけで、なんか6番を攻めてる3番が結構おかしいかなって思っちゃいました。2番のおかしい点としては、まあ、5番一本指定っていうのはなんか早計かなって思う。まあ、5番ってまあ僕のせいでちょっと僕に使ってる時間が長かっただけで、指名しように関しては7番と同様で僕はどっちでもいいかなって思ってるタイプなので、それだけで5番を指定するっていう2番が、まあ、あの時は1人しかいなかったから、ああそう思う人もいるんやって思ったんですけど、6番が出てきたことによって、なんか6の方が僕は進歩を感じます、行動等を含めて。なんで3番と意見が合わないんで、3番もしくは5番さん、5番さんに関してはちょっと発言がちょっと僕だけにしか、まあ、ほぼほぼ触れてなかったからっていう意味で5番さんと含めただけで、特に理由はないです。3番1本というより2本上げといた方がいいかなって思ったので、一応今のところ3番5番やば、これ一旦消えたんじゃね、これ間違って消した、やべ消しちゃった、いきなり消すとこ間違った。どこ間違ったわ。どこ間違った。
戻ってこれないとかないよね。間違ってね、あのアプリの方消しちゃった。あ、戻ってきたいけど。すいません、アプリの方間違って消しちゃって。あ、いいか。俺はただ噛まれるだけだから。残されたら笑うけどね。どれだけ俺なめっぷしてんだろうっていう。あ、残してくれるなら、まあ、頑張って当てるからね。それはそれでいいか。多分同じ部屋に入れるよね。間違って編集やってるやつを消そうと思ったらアプリを消しちゃったっていう。助言します。内田さんは上手に黒い血を作らないように、同じ人物じゃん。議論を平均台の上にして、全員が横一列に並んでるような状態を作らないと、めちゃくちゃ気持ち悪くないですね。2番さんはグレーテレドじゃないですよ。2番さんだって黒見たくない。黒見ようとしてる人の発言じゃないもん。違いなく。カリウド保護する発言だから、カリウドの釣り売りでしかない。だから2番キューバオオカミです。2番釣ります。4番さんはうるさいんで4番釣ってもいいですけど、僕は。6番さんが発言します。まあ、7番さんに任せますけど、グレーなら3号のランが、俺も4番さんと一緒で。うん、3番に関しては、あの、6番が5番に触れにくそうだったから6を釣るっていうのが意味わかんないですよ。3番さん目線ね、3番さんからに村だとしたら、俺平和村を作った人物ですよ。それを理解できない3番って何なんだろう、この人と思ってます。で5番さんに関しては結局9番さんからヒート向けられて、それになんかちょっとイライラしてる5番、うん、5番さんっていうのがちょっとよくわかんないです。だって市民100人いたら100人の考え方があるって言って、その市民使用してなんかムラリありました、5番さんのその考え方で。何もなんか分かんなかったっすけどね。で、5番さんを3を弾くんでしょ？ 5 番は2を2000に見て、6を死んで見るんでしょ？ 3 番さんで全然違う意見っすけど。そうなると、俺は結構ライン切り結構追うんすよ。だから3、5、5、9っていうのも正直あるかなと思ってる。まあ、キューバさんもあんなに必要以上に5番さんに突っかかる必要もなかったんじゃないかなっていう考えもあるしね。まあ7番さんは、あの8番さんは7番持ってね。絶対7番持ってね、8番さんは。グレーなら3号。7しか守ってない。霊能だったら2いってください。守んないで噛まれたらやばいんで、もう7番持ちします。はい、もう何も変わらないです。7番さんが。発言します、うん、そうっすね。まあ霊能から行く方がいいのかなと思うんで、霊能でみんな進行しましょうか。まあちょっとみんな冷静になって考えてほしいんですけどね。まあ6番さん占い出てましたと。で1番なり2番なり占い両方いいよねみたいな、いい勝負なるんちゃうかみたいな。で9番も8番さんも、まあ、6、7ちょっとまだ分からんわっていう状況で、6人狼なり狂人やったら僕死んじゃないですか、普通にね。まあ、相方もう一人と頑張って勝とうかってなりませんかね。まあそれでもし2周目6番が劣勢になったら俺噛めばいいんでね。うん、だから2から釣りたいですね。うん、あんま霊能として一本してってよくないんですよね。5番釣りって言ってましたけど。いやいや、5番なんて人狼、まああるっちゃあるっすけど、まあ確率的にないかなと思うんで、うん、あんま5番釣りたくなかったんですよね、ぶっちゃけ。だからその辺5番さんの精査をグレーがしたらいいって落としたんですけど、なんか3番さんとかもちょっとぐちゃぐちゃでしたよね。号泣ランとか言ってましたけど、ちょっとね、明日6残すかもしれないんで、僕に従ってください、その辺は。なんか明日2釣って3釣るかもしれないです。はい。今日はちょっと2から色見させてください。2が死んでも、まあ、6釣ると思うので、明日。ま
まあ、進行僕が取っていくんですけど、そんな感じです。あなたの発言です。まあ、じゃあ今日霊能ってことで、はい。吸盤が戻ってこない場合どうするのっていう。吸盤が戻ってこなかったら、吸盤ずるしかないけどね。うん。まあ、そうじゃないんだったら6番、2番でいいんじゃない？おのおの霊能で、プレイ行かないってことでしょ？最悪釣り切れるような体勢取ればいいんじゃない？わかんなかったら。見えてないんだったら。はい。7番が、プレイには行かないっていう進行。だから、怪しむことは怪しんでいいんじゃないですか。男が怪しいとかっていうのは。はい。はい。まあ、グレーから行く進行、あ、俺の声聞こえてるのか大丈夫かな？4番と9番って、9番は接続切れなんだよね。うん。はい。最悪9が戻ってこないなら9に行くしかないんじゃないっていう。まあ、で、そういう、例えば9に行く進行があったら接続切れでね。まあ、26で、もう一回グレー行くっていう進行もありますけどね。いきなり26の決め打ちじゃなくて、もう一回グレー行くっていうし、まあ、そういう進行も一応ありますよっていう7番で一応心の片隅で。僕はいないと思いますけど、まあ、一応戻ってくればいいですけど、9番が。村陣営なら戻ってくればね、戻ってこないんだったら9番釣りになるよね。まあ、それはさすがに接続切れとかだから9番行くしかないよ。うん。うん。まあ、はい。ただ、9番戻ってくるなら6か2でいいんじゃないですかね。はい。もう、霊能と言ってるのが占い師が霊能だと。まあ、2番が死んだったら5番を騎士を保護するために釣りたいっていう、まあそういう人考え方もあるし、6だったらそういうふうに真を見られるために人外で動いてるかもしれませんけども、平和村を作って強いと思ってるでしょうかね。全然もう平和村って弱いと思いますけどね。9番さんが発言します。1番さんが発言します。はい、9番もうこの時点で戻ってきても俺9番行こうかなと思ってます。発言聞けてないだろうし、はい、って感じですかね。で、あとね、明日俺の要望としては霊能釣り切りしてほしいです。7番さん6番さん残すかもしれないけどって言った後に2番さん死んでも釣り切るからって言ってて、どっちだろうと思って、この6人比較した時発言と行動的には6進かもしれんけど、違うのね。ここって平和村場面だから、6王冠って全然あり得る場面だから絶対釣り切ってほしいと思ってます。なんでだろうな、もうって感じですかね。はい、発言聞くと5が一番おかしいこと言ってて、2級狼1強人、なぜなら1はどこへもう全部フラットにしていって、強靭行動だ。いや、俺、9、8を評価していて、ただ9には6の視点が合わない。だから、自動的に8が一番良くて、時点9。で、3、4、5は2周目っていう発言だから、別にフラットに全部してないですね。話聞いてねえなと思って。で、丸のっかりとか、そういう思考を載せる。のが、急に対して狼って言ってたけど、それは一番へも当てはまると思いますけど。はい。って感じですかね。言われたから言い返してるんじゃなくて、人外行動にしか思えないですね。5番さんに関しては、その思考。やべえなと思ってます。で、あと、次に3番がおかしいなと思ってるのが、まあみんな言ってるんですけど、6番への指摘通ってないです。2でやってんのかよ。1やってたらニュースやってた。あ、聞こえねえだろうな。2番さんが発言します。はい、お願いします。いや、まあ、真なんですけど、いや、結局6番が、なんか平和村にしたから真なんだって、それを信じるのはやめてほしいですね。結局7番さんなんて連絡されて終わってしまうんだからね。はい。全然強いとは思ってないですよ、平和村が。はい。僕は3番がそんななんか疑われてるのがあんまよく分かってないですね。よりは4番の方が、
なんか変かなって思ってしまいますね。まあ、3番別にあのグレーか育進行全然取ってたし、まあ、5球だったかな。あるってもなんかってたんで、それでも人狼プレイヤーとしてゲームしましょうよ。で、別にそんな2、6対で、うん、まあ、6が、まあ、9番する進行とかあるから。基本釣り切りですってのからだったら、1、2だからグレーで別にそんな、進行は別におかしくはない。僕はおかしいこと言ってないかなって思ってるし。安定策は2、6。だから別にって感じですね。なんで4の3殴りの方が変に聞こえてしまいますけどって感じですね。ただまあ5番さんは何も話聞いてないなって思ってますけどね。はい。いや、それ僕はね、騎士を保護したいから騎士はもう出なくていいです。で、引き士すかしてるんだからもう5番さん釣られてください、何がおかしいんですかって思ってますけどね。あの時はまあ今はね平和村なんで出るべきかなって思ってるが、あの6、7が占い師でやってる段階では出る必要はないなと僕は単純に思ってるんで、はい。って感じですね。まあ、6、7の対比つけれてなかったから、その時は。はい。で、なんか5番のその2が、なんか狼探そうとしてるのかみたいな感じで、なんか最後結局4でもいいけど、みたいな。それってなんか発言の整合性取れてないなって思ってるんで、僕は1を評価してって感じですね。はい。9も乗ってきてないんで、今日は9投票でいいと思います。9投票ですよ。9投票しないんだったら負けますよ。投票してください。アバターをタップして選択できます。9投票ですよ。村は9投票ですよ。ニトロクつってるような村だったらもう釣りですよ、明日。私は権限持ってるから、一角だから適当に投票しますけど、うん。ちょっと様子を見ようと思って。6番つってどうなるのか。投票を終了しました。追放されるのは、9番さんです。俺を生かしてくれるかもしれない。9番さんが発言します。3番さんが自首しました。試合終了、勝利しました。おお、すごい。